ォルストア AI のも人です。私たちは AI 音声通話プラットフォームを提供しています。これを使ってインバウンドおよびアウトバウンドの通話を処理し、カスタマーサービス、営業、業務、マーケーティングを管理できます。では、製品のデモを簡単にお見せしましょう。こちらがダッシュボードで発生している通話書やインバウンドおよびアウトバウンドの通話時間が表示されます。 事前設定されたエージェントトと話すす。テスト交流がいくつかできますここに自分の番号を入力するだけです。このプラットフォームには3つの重要な要素があります。1つは AI エージェントを作成すること。知識、言語、使用する GPT や LLM、疎遠の種類など全ての機能を設定できます。どこからでもどこへでもディターを取得できます。ここにサンプルをお見せします。 エージェントの作成に英グインピティフォントゥルボを使ってプロンプトはアスタマイサービスです好きなだけ大きなプロンプトを入力できます声を選んでくださいあらゆる機能はここで作成されたエージェントに関連していますすべての詳細を表示編集したり要約を作成したりできます同様に インバウンドコール用のエージェントも作成できます。同じ機能です。インバウンドコールではフローチャートがあります。プーロンプトや会話の流れなどを指定できます。そして接続したい番号、電話サービスプロバイダー、最大東賀事件なども記入してください。ここで全てのデータを取得できます。次にあのバルクコールを行うことができます。うん、新しいコールを作成し、 名前を付けモバイル番号のファイルや他のユーザー数声をアップロードしエージェントを選んで送信します。事実関東はファイシス案件が切断され案件が成功したかなどの詳細情報が得られます。第3セクションはユーザーに関するものでユーザーのすべての蘇成を確認できます。どこから来たのかアップロードしたのか調整セクションでは 彼らのためにモデルを未調整します。そして最後のペジハーレコードで通話の転写記録や録音が完全に含まれています。のーもあります。検索もできます。ね、これが起きているかフィルターして他のことも簡単にできます。エー,ージェントをテストする通話もできます。詳細を確認してあーカレンダーの予定を調整します。 ここはレベルの複雑なカスタマーサービス全部解決済みです。簡単に言うと、ぜひフィードバックをお願いします。